各位观众大家好、今日、八月十六日、星期一。中国共産党にとって、疫病退治は、誰からの挑戦も許されない政治課題になっているようです。最近、厚生省北城市の某中学教師が、疫病が深刻な揚州市で、ウイルスとの共存を試みると提案したことが。退治に挑戦した言論とみなされ、警察に15日間、行政拘留されました。 このニュースはネットユーザーの間に不満を呼びました。WeChat の公式アカウント、北条リリースの8月11日の報道によると、北条氏の教師である張坊良氏が10日に、無線観察というユーザー名で、人リートゥーティアウというニュースアプリに、疫病に関連する不適切なコメントを投稿したため、市公安局の処分を受け、11日に調氏を15日間の行政交流に処したとのことです。 前述の通知には教師が自発的にネット上の投稿を削除し謝罪したことも記載されています。インターネット上に載せられた無線観察のユーザー認証情報のスクリーンショットには一級の中学校の教師であることが示されています。彼は要州は面積も人口も少ないので厳格な貿易を放棄してウイルスと共存する実験を行い、どのような結果が出るかを見れば、 貿易のののの後期段階ででで全国の参考にすす。るることとができははないいだだだ、ろうか、ただの提案だ非難はやめててくれ、と投稿していま同投稿を理由に、この中学教師が当局に拘束されたという予期せぬ事態は、ネットユーザーの間に不満を呼びました。アカウント、裁量手弁護士は、ウェイ帽上で、とある教師がインターネット上で提案を発表しただけであり、ネットユーザーはそれが合理か不合理かを判断し、 目の肥えた一般人が非道な発言を批判することができるのに、15日間も行政交流されたというのはさすがにやりすぎだ、とコメントしています。別のあるネットユーザーは、これは言葉に着せられた罪であって、法を犯して負った罪ではない。警察はこの交流がどの条文に基づいているのか、声明を出してくれないか、とコメントしています。上海の弁護士、鄭金魂氏は、 張氏が投稿した情報は市民が社会に対して行った言論に属するものであり、公安当局が下した処罰は法の適用を誤ったものであると指摘しました。上海火山病院感染症科主任の張文康氏が7月29日に中国はウイルスと共存する知恵を持ち、世界との相互運用性を実現すべきだと訴える記事を掲載して以来、大陸の多くの学者の支持を得ましたが、 これも中共の政治的使命である胎児のことに触れていました。したがって長子も西側諸国の利益の代弁者、アメリカに育てられた犬、内部に潜む裏切り者などと攻撃されています。この胎児はまさに中共の天と戦い地と戦うといった反自然的なイデオロギーでウイルスを撲滅しようとするもう一つの政治的キャンペーンのようであり、誰からの挑戦も許されません。 しかし国際投資銀行や経済専門家も中共の疫病退治を楽観視していません。国際経済の専門家は中共が頼りにしている大規模な封鎖はウイルスの拡散を阻止できないだけでなく中国経済にも大きな打撃を与えるだろうと予測しています。8月14日のボイスオブアメリカによると HSBC のエコノミストは11日のレポートで 中共の疫病封鎖対策は経済成長、特に国内消費に影響を与えるに違いないと述べました。これを受けてアメリカのゴールドマンサックスグループのアナリストは中国の第三四半期の経済成長率の予測を当初の5.8%から2.3%に大幅に引き下げました。もう一つの有名なアメリカの投資銀行である JP モルガン・チェースは中国の第三四半期の経済成長率の予測を 当初の4.3%から2%に大幅に引き下げました。同社はまた中国の年間経済成長率を9.1%から8.9%に引き下げました。モルガン・スタンレーは今週、中国の年間経済成長率を8.2%に引き下げ、疫病が中国の個人消費やサービス産業の雇用に影響を与えると指摘しました。キャピタル・エコノミクスのチーフ・エコノミストであるニール・シェアリング氏は、 先週の分析で、中共の野望は依然としてウイルスを国内から完全に排除することだが、もしワクチンがデルタの拡散を防ぐことができないと判明した場合、北京がウイルス退治という目標を達成するのは非常に困難であり、長期的な経済的損失も大きいだろうと指摘しました。多くの国では国を挙げた行政命令でのウイルス拡散の封じ込めは無駄であり、 人類はウイルスとの共存を学ばなければならないと考えています。主要国間の安全保障をめぐる国際的な動きの中では、むしろ中共自身が退治の対象とされているかのようです。8月11日、アメリカとオーストラリアの首脳はオンライン会議を行い、オーストラリアのモリソン首相は、オーストラリアのミサイル能力を高め、アメリカと力を合わせていきたいと述べました。オーストラリアメディアの報道によると、 オーストラリア政府はこの目的のためにアメリカ製の新型精密攻撃ミサイルの開発に7000万ドルを投じており、このミサイルの一部がオーストラリアで製造されることを期待しているとのことです。モリソン氏は、これは我々の防衛上のニーズを満たすだけではない。より重要なことはオーストラリアがアメリカの第二の安全保障供給源となり得るという意味を持つことだと述べ、これにより、 我々の防衛技術協力を新たなレベルに引き上げ、安全保障関連の科学、技術、サプライチェーン、産業基盤の面で我々とのより深い統合を促進すると語りました。同報道によると、バイデンアメリカ大統領と日本の政府関係者は、インド太平洋地域が中共に操られるのを防ぐため、反共同盟を結成しています。 オーストラリアの提案はインド太平洋地域の高派の人々にとって歓迎すべきメッセージですホワイトハウスの国家安全保障会議の元首席補佐官であるアレクサンダー・グレイ氏は中国・中共は2、3年前に有効的だったオーストラリアを誰もが想像できないほど遠くに押しあることに成功したと語りましたまた日本はオーストラリアの主張を積極的に支持し 中共対抗連盟において、オーストラリアがさらに一歩前進させることを期待しています。岸信夫防衛大臣は、8月12日のシドニーモーニングヘラルドとジ・エイジとの独占インタビューに応じた際、中国は力によって地域の現状を変えようとしていると述べ、オーストラリアなどの同盟国は、行動を加速させるべきだと呼びかけました。特にオーストラリアは、北京の独断場という状況の出現を抑止すべく、 率先して中国の影響力を排斥すべきだとしています。岸防衛省は、中共は武力と脅迫を通して一方的に現状を変えようとしていると同時に、それを規制事実化しようとしているとした。岸防衛省はまた、日本の国会は今週、憲法改正について議論するかもしれないので、あまり多くはコメントしづらいとし、日本の国会で自民党議員は、 日本の自衛隊が集団的防衛利益にあった紛争に参与できるように、憲法改正を何十年も要求してきたと示しました。こうした同盟国との連携に見られる日本の対中共姿勢ですが、その計画面での整備も着々と進められています。日本メディアの報道によると、台湾情勢の緊迫化及び中共による会場での勢力拡大に備え、日本政府は、 2019年から2023年までの中期防衛力整備計画中期防を改正し、防衛予算の増額を目指す方向で調整しているとのことです。また、日本は中期防を前倒しで改定し、防衛予算を増やす予定です。共同通信社の13日付の報道では、複数の政府関係者の話を引用して、台湾情勢の緊迫化や中国の海洋進出に備え、 総防易予算を総額で増やし、抑止力を強化する必要があるとしています。同報道では、4月の日米首脳会談の共同声明に盛り込んだ、日本の防衛力強化への決意を実行に移すことになるとしています。中規模の改定は早ければ年内の実現を目指し、改定に向けた議論は防衛省や国家安全保障局を中心に進められ、 8月上旬には菅首相や岸防衛省らがが集ままり見直しししし方針を確認したた。と関係者が明かしました今後、財務省との実務的な調整が進められます。今日